歴代の宝ジェンヌの中でも有数のトップスターとして知られる大地真央さん。退団後も女優としてドラマ、映画、CM に引っ張りだことなっています。松平健さんとのスター同士での結婚が非常に話題を集めましたね。その後、離婚をし2007年にデザイナーである森田康通さんと再婚をしています。そこで今回は大地真央の夫である森田康通さんとの出会いや結婚についてお届けしたいと思います。お楽しみください。第1章、大地真央は結婚しているの？宝塚歌劇団のトップスターから女優に転身した大地真央さん。芸能界を志したのは中学生の頃、たまたま舞台を経験したことで演じることの面白さを知り、芸能界を目指すようになったそうです。ところが大地真央さんの父からは猛反対されてしまったんだとか。大地真央さんの父は外国航路の船長や陸軍軍人を務めた真面目な人。芸能界入りを反対するのも無理はありません。そんな時に助け舟を出してくれたのが父の友人。宝塚は規律が厳しいことからためになるのでは、と父に進言してくれたことで、宝塚音楽学校の受験を許可されたそうです。そして見事、一発合格で、1971年に宝塚音楽学校に入学。試験では49人中42番目という成績でしたが、入学後は瞬く間に才能が開花。新人公演で何度も主演を務めるなど、男役スター候補として注目を集める存在となります。そして1980年に2番手の男役になると、1982年にトップスターに、それからわずか3年後の1985年に退団すると、その後は女優として活躍。絵に描いたような天真爛漫さで、バラエティ番組でも大人気となっています。そんな大地真央さんといえば、松平健さんと結婚していたことは有名な話。1990年に結婚した大地真央さんと松平健さん、総額2億円と噂される披露宴に、世界一周の新婚旅行と、スター同士の結婚は当時、大きな話題となりました。ただ、結婚して間もなく仮面夫婦と噂されるように、そして噂を証明するかのように二人は、2004年に離婚してしまいます。離婚を経験したことで、結婚はこりごりと思われた大地真央さん。ところが離婚から3年後の2007年に再婚しています。年齢を重ねたことで、劣化が囁かれる芸能人は少なくありません。ですが大地真央さんは年齢を重ねるにつれて、どんどん素敵な女性となっています。公私が充実していることも、美の要因となっているのかもしれません。第2章、大地真央の夫はデザイナー。2007年に再婚した大地真央さん。再婚相手は12歳年下のデザイナー、森田康通さんです。ウィンドウディスプレイのアルバイトと、10代の時からデザインに関わってきた森田康通さん。大学在学中の頃に神戸のバーのインテリアを手掛けたことでデザイン業界で注目を集めました。そして大学を卒業後、デザイン会社に就職すると、1996年に森田康通デザインオフィスを設立。2000年には社名をグラマラス CO、リミテッド、に変更し、2001年からは海外進出。これまでにニューヨークやロンドン、パリ、香港などでデザイナーとして活躍してきました。森田康通さんが手掛けるデザインの最大の特徴は、派手な装飾、シンプルなデザインが主流の現代建築の対極に位置付けられており、ヤンキー建築とも呼ばれているそうです。デザイン業界に限らず、主流と別の道を行くのは勇気がいること。ただ、いつの世も歴史に名を刻むのは新たな流れを生み出した人たちです。森田康通さんも間違いなくデザイン業界に名前を残すデザイナーの一人。大地真央さんが
結婚相手に選ぶだけのことはありますよね。第3章、大地真央と森田康道の馴れ初め。大御所女優の大地真央さんと世界的デザイナーの森田康道さん、接点がなさそうな2人ですが、一体どうやって知り合い結婚することになったのでしょうか。大地真央さんが明かしたところによると、2人が出会ったのは2006年12月頃。最初はグループでの出会いだったそうです。その後も交流が続いたことから、互いに好感を抱いていたのでしょう。そして3回目に会った時に、森田康道さんが結婚を前提の交際を申し出たんだとか。ただ離婚していること、年の差を心配したのか、大地真央さんは友達からならと回答。その後電話やメールで徐々に距離を縮めていったことで交際に発展し、2007年7月25日に結婚しています。森田康道さんはデザイナーだけあって、自身で婚約指輪をデザイン。まさに世界に一つだけの婚約指輪は、きっと今も大地真央さんの宝物となっていることでしょう。2017年に互いに多忙なことから別居していると報じられた大地真央さんと森田康道さん。ですが、それはお互いストレスを感じることなく生活するため、人間的に成熟している二人なので、離れて生活しても互いを思う気持ちに変わりはないはず。新たな夫婦生活のスタイルとして、今後真似する夫婦が増えていくかもしれませんね。第4章、2022年7月25日は15回目の結婚記念日。そんな森田さんと大地さん夫婦がインスタグラムで15回目の結婚記念をお祝いしている写真を投稿していました。大地真央さんのインスタグラムでは、たびたび旦那さんの森田さんが登場します。今でも二人きりでの食事デートを楽しんだり、美術館へも行っているようです。大人のデートという雰囲気がとても素敵です。インスタの投稿通り、16年とそれから先も幸せ夫婦でいてほしいですね。概要欄に大地さんのインスタリンクを添付しております。ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。